してます。2週間3週間前ぐらいに同じポイントで、対岸から釣りしたんですけど、ここはライズを狙いにやってきました。今早速なんか手前の流れでちっちゃいヤマメだと思うんですが、ライズしてるのが見えたんで、何を送ってるかちょっとわからないんですけど、ガガンボが結構ね飛んでるのが見えるんで、ガガンボなのかなと思うんですけどね、多分、結構水面付近をガガンボが飛んでるのはよく見えますっていうことなんで、どうしようかな。もうアップでそのまんまダウンではなくアップで狙ってみましょうかね。とりあえず静かに近づきつつ、あそこでライズしてるのがありますね。一つ少し下流に移動して、ちょっとだけこの辺りから上げてみますかね。まあガガンボだと思うんですけど、つけてるフライはこれはコカゲロウのローティングリーフ、これを使ってみます。ガガンボそのまんまズバリ使っちゃってもいいのかもしれないですけど、どうでしょうか。してますね。ちょっと濡らして、まあ、半沈みになるような状態で流れるといいと思うんですが、まず一番下流に、ちょっと待って、あれちょっと外れたかな、ストレーンから外れました。ちょっともう一回、どうだ、何事もなく流れてきました。じゃあもう一回、もうちょっと遠くだね、ちょっと届いてない。うん、もうちょいとさ、あれちょっと風に押されてんな。ところだと思うんですけど、出ないか、出ない。ではもう一回、そこにいるね。偏光グラスかけてない偏光グラスかけずに始めてしまった。結構ちょっと遠くに行っちゃったかな今。お、来た来た
ちっちゃい。ちっちゃいですね、これ。かなり可愛らしいヤマメで。いや、だけど釣れた。サイズはだけどちっちゃいんだな。綺麗。めっちゃくちゃ綺麗ですね。はい。よいしょ。ランディングネット使わなくていいかな。綺麗な。可愛らしいヤマメが釣れた。よいしょ。はい。とりあえず1匹釣れました。綺麗なヤマメ。可愛らしいですね。よいしょ。はい。はい。元気よく戻ってきました。サイズはちっちゃいのかな。いやだけど、無事に1匹釣れたぞ。先ほどちっちゃいながらも無事に1匹釣れたんですけど、その後ライズがやんじゃいましたね。警戒されちゃったかもしれないです。しばらく待ってればライズ始まるのかもしれないんですけど、パターンはですね、ちょっとガガンボがたくさん飛んでるのが見えたんで、もうガガンボのパターンに変えてみました。あ、またライズしましたね。手前の方結構溜まってるんだよね、この緩い流れに。緩い流れに溜まってるガガンボだよね、これ。ガガンボだと思いますね。ガガンボがハッチしてますね。沖の方でライズした。今ライズ1回だけどしたんで狙ってみたいと思いますね。釣れるかな。あ、やべ、ドラッグかっちゃう。と出たけどドラッグがかかってるからダメだね。無視してるな。フライが合ってないのかな。ダメか。変えますかフライ。開始して何時間ぐらい経ったのかな。多分1時間半ぐらい経ったのかと思います。今、10時5分なんでまだ1時間ぐらいしか経ってないですけど、ついて早々ライズ手前でしてたものを狙って一匹すごいちっちゃいヤマメを釣れたんですけど、その後、ライズあるけど、まあ、釣れない状態が続いてはいます。今ちょっと雨がまた小雨が降ってきたんですけど、まあただ相変わらずライズはしてて、飛んでる虫がですね、まあ目につくのがやっぱりミッチはあんまり、ミッチも飛んでるんですけど、ガガンボが一番まあ目につく感じですかね。やっぱり止んでしまって様子が、あ、またライズしたんであれ狙いましょう。あんまり大きくなさそうですけどね、魚は。まあ、あ、やべ、ミスキャストしちゃった。こんなもんかな。あ、すげえとこに、ちょうど今魚がライズしたところに落ちましたけど、ダメですね。もう一回、じゃあそこ、こんなでかいんじゃダメかな。ちょっとパターンが合ってないかもしれない。あまりに目立ちすぎて。フライを変えてみました。ミッチピューパー、ミッチピューパー、 CDC のミッチピューパー、少し大きめですけど、結構派手なライズフォーム。出ない。ダメだな。ダメっすね。ダメか。ちょっと変えよう。フライを。何流れてんだろう。一体。未だにライズは続いてますんで、フライをどっか引っかえ、まだ粘ってます。雨は結構。出ますね。
雨は小雨じゃなくても結構降ってますけどね。スポンのライズしている魚を釣りたいですね。ミニフには出ないですかね。フライの横にここでライズしました。あれどうだ、食ってるのはちっちゃいのかな。虫がちっちゃく見えるよ。どうしようかな。ダメっすね。何が流れてんだろうね、一体。なんだろうこれ。何を食べてんでしょうかね、彼らは。めちゃくちゃちっちゃい、なんか虫。ちっちゃいのかな、やっぱ食われてるものが。あんまり目立って大きなものって流れてないんだよな。押してみる限り、ちっちゃいのが流れてるね、すごい。では別角度から狙っていきましょう。対岸に渡ってきました。寒い、めちゃくちゃ寒い。寒い、結構風が出てきた。どこ流れてるのかさっぱりわからない。おお、魚がたくさんいるんだけどね。ギラ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 してるからね、さっきから。フライはグリピスナットに、先ほど昼ご飯食べる前にもう帰ったんですけど、さっきあのフライ、上流で今やってらっしゃる方が、まあ、グリピスナットいいよって、教えてくれたんですが、やはりインジケーターあった方が、インジケーターないと見えませんよね、みたいな話で、インジケーター付きのグリピスナットに変えてやってみたいと思います。よいしょ。インジケーターのとこだけちょっとないですよね。後ろ人いないこと確認してから投げて、ティペットどうしても浮いちゃうよね。上流に確かに持ってってっていうことなんでしょうけど、よいしょ。この辺りによくライズが出るかを観察しましょう。あそこの筋が一番多いのかな。ちっちゃい魚が多いと思いますが、あの岩の上流、あ、もうちょっとかな。ちょっと上流に落として、でティペットを沈めることはできてないですが、こんなイメージだな。あ、食いそうで食わないか。見に来たことは見に来たな、一瞬。ティペット
ここで見切られてる可能性もある。ちょっと立ち位置に上位に移動、これどうだ、よいしょ、来た、やっと来た、ちっちゃいが、ああバレた、こういう感じか。チャンスはいくらでもあったんだけどダメでした。難しいっす。2部でアウトリガー、アウトリガーして最後終わろう。あそこ多分魚いるはずだから。またライズが始まったんでやってみたいと思います。もうライズ終わっちゃったかなと、対岸でずっとやってて、ルアーの人とかがここら辺かなり投げまくってたりして、もう終わったかと思ったんですけど、また始まったんで狙ってみたいと思います。そこにいた、来た、ちっちゃいけどやっとだよ。あれ、うぐい、ぐいうでしたくそ、え、カーブスか、もうなんかぐいうですね、やっぱうぐいでした。おいおいおい、ヤマメじゃないのかい。まあ、またちょっとこういう未知の渋いライズの釣りっていうのは今日はひょっとしたら最後かもしれないで、なんかこれで終わりっていうのも嫌なんですけど、もう一回ぐらいこういう渋いライズの釣りができれば、で攻略できればいいと思うんですけどね。とりあえず今日はこれで終わりにしたいと思います。まだライズはしてるけど、山根のライズ以外にも、ウグイのライズも混ざってる。